ASS、大空の誓いは、1992年のアメリカ合衆国の映画。監督は、ジョン・グレン。航空機をモチーフにした、アイアン・イーグルシリーズの第3作である。ルイス・ゴセット・ジュニアが、シリーズ1作目、アイアン・イーグルと2作目、メタル・ブルーで演じた、チャッピー・シンクレア大佐の役を引き継いだ作品。本作では、第二次世界大戦で活躍した。 日米英独のエースパイロットたちの友情と彼らが団結して麻薬組織を撲滅するために戦う物語である。強靭な肉体を持つ女性、アンナ役のレーチェル・マクリッシュは本職がボディービルダーで映画初出演となった。チャッピー、パーマー、ライヒマン、ホリコシの4人は第二次世界大戦に活躍したエースパイロットとして航空省で当時の空中戦を演じて、 人気を集めていた。そこに、現役空軍大佐でもあるチャッピーのかつての部下、モラリスが撃墜されて死んだという知らせが届く。モラリスは空軍の戦闘機で麻薬密輸をしていたというのだ。背後に巨悪の存在を感じたチャッピーは、モラリスの妹、アンナを助け、麻薬組織に殺されようとしている、モラリスの故郷の村人を救うため、 軍に頼らず掘り越し、ライヒマン、パーマーと共に、麻薬組織撲滅に乗り出す。4人は、最新エレクトロニクスで強化されたかつての名機で、飛び立ち、麻薬組織のジェット戦闘機と激しい空中戦が展開される。撮影に使われた T-6 の改造機本作品は、暴力描写のために、ウッパーから、R ランクに指定された。a s は、 本作のゲーム版である、ありがとうございます。